明日の全国の天気を発送しました。ダメだ。大変失礼いたしました、明日のお天気をお届けしていきました。2回やったじゃないですか。1回目がちょっと納得いかないからもう1回やらせてくださいって言って、さっきのメス大変失礼いたしました。ちょっとね、すいませんでした。2回やっていただきありがとうございました。私がちょっと納得いかなくて、1回目がまあちょっともう1回やらせてくださいって言ったら結局でしたね。ちょっと大変申し訳ないんですけれども、綺麗に編集していただきますので、安心して再生していただければと思います。はい、詳しくはですね、お天気アプリウェザーニュースでもお天気ご確認いただけますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとコロナ禍でなんかね、撮り直してもらったのに結局って思っちゃってちょっと面白くなっちゃいました。大変失礼いたしました。はい、やっぱね、放送中にね、こう収録をするっていうのはね、やっぱりそう大変ですね。なかなか収録を生放送中にやるっていうのはこの番組だけだと思いますし、ちょっとあんまり納得いかないのをあげたくないのでちょっとね、こだわった結果やらなきゃよかったかなっていうでもやっぱ動画一個一個にやっぱこだわっていきたいんですよ。そう、なんかアイリンだけだね、こんなに撮り直すのみたいなコメントもらったことあるんですけど、いやもう納得いかないの嫌なだけです、性格ですそう、言葉の使い方一つとってもね、ああちょっとこっちの方が分かりやすかったなとか考えちゃうんですよね。なのでお付き合いいただければなと思います。そうですね、はい、より分かりやすい天気を心がけていきたいなと思いますそう、ちょっとそう、納得できるかできないかの性格の話の問題なので、本当にお付き合いください。よろしくお願いします。まずは天気図を確認していきましょう。もう一回いきましょうかちょっとね、収録しているんですけれども、改めて天気図から確認していきたいと思います。西日本は広く青空が広がり、北海道も晴れて穏やかな天気のところが多くなります。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。切り抜き動画をご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お天気アプリウェザーニュースのダウンロードもよろしくね。ピヨピヨこれ使っていいですよこれ新作バージョンですので、はい、さあということで、作ったかやったな